パリの乗り合い馬車19世紀後半宗谷バスの時刻表公共バスは一般の人たちが料金を払って乗れるバス、または同様な車両によるサービスで決められたバス停留所に時刻表に従って止まる公共交通機関の一つである。乗り合い馬車の起源は1662年にすでにフランスのパリであったという。1824年のイギリスのロンドンで決められた時刻表にあったとかの話もある。また、一般向けの乗り合い馬車は、フランスのナントで1826年に始まったとも言われる。1923年設立のイエローコーチ製造会社が乗り合い自動車を作った。この会社は1925年にゼネラルモーターズが買収されて GE 及びその他の会社が全米の路面電車会社を買収して廃止していったので、自動車を買ってもらうためのアメリカ路面電車スキャンダルが起こったとも言われる。公共バスにはいくつかの形態がある。市内バスは我々がよく乗る通勤用、通学用、買い物用などに利用するバスである。急行バスも珍しくない道路網の整備、特に高速道路の整備が進むに従って長距離バスのサービスが始まった。特殊なバスとして、スクールバス、飛行場から大都市へのリムジンバスなどがある。公共バスの運営主体により、公営バス、バス会社によるものなどがあり、公営バスがバス会社へ移動するものなどがある。ありがとうございます。